コラボの楽しいお正月に学ぶる。こんばんルクルク、新年明けましておめでとうございます。年末にハードモードに突入したコラボ2頭夢のさんですが、その新年にクローズアップしました。まずは2頭さんの新年のご挨拶ツイート。お雑煮と煮物作り、おせちを詰めて、カニ鍋食べて、憲法カルタして、年越しそば食べて、金付きに行く、いつも通りのコラボの大晦日を過ごせました。2022年もお疲れ様でした。たくさんの方に支えていただきありがとうございました。今年もよろしくお願いします。今年も結束を強めてますます頑張ろう。心穏やかな年末年始になったみたいです。本当かよ。そしていろいろ気になる点はあったのですが、どこも取り上げないであろう憲法カルタ、これって何なの、楽しいの、というのを解説していきます。多分これだろうなという商品ですが、明日はか明日の自由を守る若手弁護士の会が憲法カルタを制作、日本国憲法の条文の中から50項をセレクトしたそうです。候補しいのは虹色の社会、売買差別、地方自治は民主主義の学校、どう生きる、仕事、住む場所、私次第、ザ財政、それは国の家計、取りにくいの来たな、二頭さん、ほら、守らせる、暴走しがちな、権力に、東京都さん、出番ですよ、いやいや、今のコラボがやって、楽しいか、これならコラボカルタの方が、楽しいのでは、と考えました。座り込み普天間基地で、はい。か、監査請求、見るまで認め、はい。リーガルハラスメント、住民の権利、はい。ひまそらあかね、今年こそは、はい。不正会計、ちょっとミスした、はい。支える会、橋を引っ張る、はい。シャピー牧師、2回しか会って、はい。秋山のくすんだピンクは許さ、はい。50音いけちゃいそうなのでやめておきます。正月の支える会と弁護団はというと、2600円の食費についてのツイートにデマだと噛みついていました。そもそも記載ミスしたとされるの棚にあげてブチギレじゃん。本日はお正月ということでネタ動画になります。ご意見ご感想、コラボカルタのご提案はコメント欄までよろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次の動画で